どうも、一生声変わり中のものです。今日紹介するのはトゥインゴイージーです。この初代トゥインゴは、ルノーがですね1993年に登場させた、FF のコンパクトハッチバックのモデルになります。特徴は、全体のボディデザインなどがあるんですけれども、細部にもいろいろ特徴があります。まずはですね、ここエアスクープが3連でセットされているんです。なぜ3個も必要なのかは謎です。そして特徴はさらにここにも、大きな窓をですね拭くワイパーがこのように長い1本アームなんです。レーシーですよね。またフロントから見てわかる大きな特徴点についてはオーナーの徳田さんに説明してもらいましょう。お願いします。はい、外観での、お気に入りポイントですけども、このとぼけた目玉、まん丸じゃないんですよね。このなんか眠さそうな顔と、あとそのこの黒バンパー、この組み合わせがなかなかお気に入りです。これの前期型なんですけども、後期型になるとここがカラーバンパーになってしまって、ちょっと甘くなりすぎちゃうんですけども、個人的にはこのなんとなくこのそっけない黒バンパーとこの爽やかな青の組み合わせが、これがいいですね。ライトチェックします。スモールお願いします。ヘッドライトローお願いします。ヘッドライトハイお願いします。ハザードお願いします。サイドに回ってきました。なんといっても特徴的なのはこのボディ全体ですよね。この極端にですね短いフロントのボンネットから直線的に A ピラーに続いて、そのままルーフへ、そしてルーフの後端まで続くこのワンモーションのフォルムがトゥインゴの大きな特徴です。この車両にはキャンバストップがついています。このキャンバストップ開けるときには手動です。操作していただきます。お願いします。かなり大きく開きます。テールに回ってきました。トゥインゴの特徴はですね、とにかく全体の角が丸められて、こう縁取りマーカーで描いたようなラインと面が多いということです。ちなみにこのトゥインゴ全高は 1415mm、 約 1.4m ですけれども、これちょっとイメージできない人は、近所にいる体長 1.4m のアクシスジカを捕まえて立てる、すると大体一緒です。テールライトチェックします。テールお願いします。ブレーキお願いします。ブレーキ踏んだままハザードお願いします。そのままリバースお願いします。右だけ光るんですよ。リアフォグいけますか。左だけ光ります。エンジンチェックします。あら、かわいらしい。想像よりもちっちゃくて驚きました。でもこれしっかり4気筒あるエンジンなんですよ。 1238cc の OHV エンジンになってます。ラゲッジチェックします。こう押して開けます。明るい。ラゲッジルームというと真っ暗で暗いイメージがありますけれども、これは明るいですね。寸法以上に広く見えます。このラゲッジルーム、幅方向にもこのように深さ方向にも余裕があります。めちゃくちゃ広いというわけじゃないんですけれども、これだけのスペースがあれば、体長40センチの灰色ジェントルキツネザルをですね2頭いけます。ラゲッジは拡大ができます。まずスライド、このレバーを操作します。続いて畳をお願いします。はい、これでかなり空間広くなりました。徳田さん、もう一段階いけるんですか。そうですね、これシートが前にパタンと倒れます。お願いします。完成です。トゥインゴで舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかってことですよね。で、ドアを開ける前に
ドア側には引く部分がなく、ドアから突出しているこのレバー、これを上に開けて、あるのかな、ないのかな、ありそうな気もしますが、トゥインゴは見切ってそうな気もします。どちらかな、てて、お、あった、てれーん、ライトはない、50点、でも十分。フロントシートです。このふっかふかさ具合、大御所クラスです。フロントシートチェックします。この感じなんですよね。シートに座った感じは TRR、トロロみたいです。もう気持ちいい、とっても気持ちいいですね。今の現行のカングーとかもフランス車らしくソフトではありますけれども、この時代のフランス車にはかなわないと思います。はあ、なんか車でこんなことはいけないんですけど、なんか寝てしまいそうです。とっても気持ちいいです。まあ、見てわかる通り、雲柄のシートになってるんですね。うん、このシートがまたなかなか外装の雰囲気とも合っていてお気に入りです。はい、もちろんリアシートも同じ柄で揃っています。ギュンギュンにオープンエアな感じがします、この柄。じゃあリアシートチェックします。すごくドアの前後長が長いので入るのスムーズです、楽です。リアシート座りました。すごく予想外です。 外から見ると軽自動車レベルに小さいんですけれども、中はめちゃくちゃ広いです。頭上も身長173センチの私が座って、頭上はそんなにないんだ、ないんだけどキャンバストップもあってですね、すごく開放感があります。さらに肩周りもすごく余裕で、びっくりするのがこの足元です。こんなに余裕があります。さらにこのシート、この真ん中のレバーを使うとこのように前後に余裕でスライドをしてくれます。リアシートの脇にはこのようにコモネールがありまして、上にはてーん、かわいい灰皿。窓は固定式のようですね。後ろのポップアップもないです。ちなみにシートがフルフラットになりますのでやってもらいます。はい、このようにフルフラットになります。ヨーロッパのモデルとしては珍しいですし、コンパクトカーでこれはかなり画期的です。おっと、車中泊しそうな人が中に入ってきたぞ。どうなんですか？おやすみなさい。寝ちゃいました。インパネです。匂ってきます。パリの匂いです。こちら注目したいのがこのスイッチ類とか、まあ、こういったシガーライターとか、あとはパワーウィンドウのスイッチですね。この辺全部見てわかる通り色が統一されています。こういうフォグランプのスイッチもそうですね。はい、これは実はこのトゥインゴの特徴でして、この96年式の車はみんなこの色でコーディネートされています。ですからこれ違う赤いボディとか緑のボディでもこの色なんですね。ということは、まあ、一番このシアンブルーというんですけども、水色と、まあ、なんか相性がいいかなというところで、ここも非常に気に入っているポイントになります。徳田さんの説明にあったように、この車ですね、各種スイッチ類がカラード化されています。すごくポップです。ステアリングもエクステリア同様の造形です。丸まってますよね。ちなみにこの車ですね、この部分にですねホームボタンがありません。どこかと言いますと、ここです。ウインカーです。ウインカーをですね押し込むとなるんです。不思議でしょ。ちょっと昔のルノーはみんなこんな感じでした。ワイパーレバーの造形も丸くてとても素敵です。乗り込んでステアリングの正面にあるのはですね、警告灯の表示部です。メインメーターはセンターにあるんでした。手前に来るとこんな上の部分にモグラ叩きのようにハザードスイッチがあります。これは押しやすい。そしてエアコンの吹き出し口、風向きレバーのダイヤルもカラード化されています。その下には
エアコンの操作系があります。アシュトレイ、オーディオスペースは車体上の方に向かって設置されています。助手席の正面にはネット付きの小物入れスペース、グローブボックスのような蓋付きのボックスはありません。ペダルは2ペダル式になります。シフトレバーです。リバースに入れるときにはリングを引きながら左上です。いきます。ではいただきます。このトゥインゴイージーというグレード、このシフトがイージーだということになってます。2ペダルのシングルクラッチのマニュアルトランスミッションなんですが、スズキのアルトなんかについての AGS とは違ってオートモードがないんですよね。徳田さん、スタートするときにはどうするんですか？特にブレーキ踏む必要はなくて、もうギアを入れるだけで入ります。で、はい、サイドを引いてアクセルを踏むとブレーキを戻して、足は何も踏んでません。今アクセルを踏みます。動いたんですが、今ブレーキを踏んで止まります。はい、止まってもエンジンはエンストすることはないです。走行したら、はい、一速で走りますよね。良きところでまた一速にコンと、はい、何も考えずに入れれば大丈夫で、何も考えずにアクセルを戻してニュートラルにして二速に入れる。すると二速に入ってるんですか、これ。はあ、面白い。リズムを掴んできました。これは面白い。このトゥインゴ、エンジン4気筒の 1.2 リッターなんですが、52馬力と 9.1 キロのトルクです。なんかスペックだけ見ると今の NA の軽自動車と同じぐらいに思えちゃうんですけど、走らせてみるとトルクがたっぷりあるので、こうなんか息苦しい感じがないんですよね。当たり前かもしれないですけど、こんなに滑らかに運転できるんですね。このトゥインゴイージー乗ってみての、徳田さん的にお気に入りのポイントっていうのは何でしょうか？そうですね、そんなに飛ばさなくても面白い。例えば2速ぐらいから、はい、あの街中でぐーっと加速するだけでも、はい、まあ、OHV エンジンなんですごくあのトルク感があって、はい、まあ、なんていうかこうやってる感モリモリとした感じがあのとても楽しいし、安全にあの楽しめるというところが、うん、まあ、今時の車とはちょっと違うところかもしれないですね。あ、なるほど、はい、この辺からこういく感じが2速です。今2速から3速入れたんですけども、はい、だいたい今40キロぐらいですけども、とても楽しいですね。うん、サスペンションはフロントストラットで、リアがトレーリングアームなんですが、これがまたまろやかで柔らかいんです。このように車線変更した時もぐらりと揺れるようなことはなく、水平移動してくれるような気持ちよさがあります。いやー、トゥインゴ見た目もそうなんですが、乗ってもですね、非常にソフトな感覚で気持ちいいです。とっても美味な小型車でした。ごちそうさまでした。